35歳女性独身で先日、境界型糖尿病と診断されてしまいました。今、食事療法と食欲抑制剤、血糖をコントロールして体重を落とすようにしています。ひろきさん、糖尿病についてどういうイメージを持ちですかまた営業職なのですが、糖尿病になった場合、続けられると思いますかえっと、まだ治せるってことですよね。まだ治せるのであれば、完璧に治した方がいいですよ。あの、糖尿病になると、結局その、あの、 必ずそのあの透析しなきゃいけないので長期の旅行できないとかあのすぐ体調悪くなるとかあと糖尿病にななるると性格悪くなるらしいんですよねあので性格悪くなると多分その結婚とかも難しくなるのでで要はあの性性格格悪悪いいと周りにも性格の悪い人しか寄ってこないんですよなのでかなり人生きつくなると思うのでもし今糖尿病にならないでいいんだったら糖尿病にならないという方向に全力で振った方がいいですよ。